結構カレーカレーしてますね。よっ。どうもー、食の贅沢です。今回はおすすめキッチングッズ、ババン、魔法のカリーポット。これを今回紹介していこうと思うんですけれども、普通例えばカレーって炒めて煮込んでっていう感じでやるのがやっぱりカレーだと思うんですけれども、このカレーポットを使うとレンジだけで簡単にカレーができて、しかも水、具材、ルー、これをそのまま入れてレンジでチンするだけなので、すっごい簡単にできます。ただちょっと待てと、その魔法本当ですかと。やっぱり根菜とかはレンジだけだと難しいのかなっていうところも実際あったりとかするので、今回はこれを使って実際にカレーを作ってみたいと思います。はい、ではこのカリーポットを使って実際にカレーを作っていきたいと思います。ではもう早速、まずはお肉、切った野菜と、ここに水と、あと固形のカレーをそのまま入れて、ちょっと作ってて奇妙な感覚ですね。それでこれをレンジしていきます。まあ、レンジの時間はだいたい5分から、具材が大きいと10分で、本当にこれだけでカレーライスが簡単にできるっていうので、実際レンジしていきましょう。はい、ではレンジしたので確認してみたいと思います。あとはカレールーを溶かして完成なんですけど、すっごい簡単ですねっていうのと、結構カレーカレーしてますね。で、やっぱり食べ方って言ったらこれですよねっていうことで、よっ、もう普通にカレーですね。いい感じにできました。まずは普通にいただきます。普通にカレーだ。じゃあ、あと根菜のじゃがいもと人参も食べてみます。違和感ほとんどないです。それで今回紹介したこの魔法のカリーポットなんですけれども、材料を入れてものの5分、すっごい簡単にカレーができるキッチングッズになってます。で、実際この値段も1000円から1200円ぐらい、結構リーズナブルにカレーを量産できるので、ぜひこれを試してみてください。で、この動画をいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと周りの方におすすめキッチングッズまで網羅する食の贅沢を広めていただければ幸いです。というわけでご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。で、このカリーポット、カレー以外にも実際使えるものを他にあるんじゃないのって僕自身思ったんで、一回芋を蒸してみようかなって思います。すごい短い時間で楽にできれば、ポテサラとか簡単にできるんじゃないかなって思ったんで、一回ちょっとやってみたいと思います。はい、レンジ終わりました。だいたい感覚的に600ワットで4分から5分ぐらいですごく柔らかくなりました。だいたい半分ぐらいの時間で芋を蒸すことができます。それでこれにマヨネーズ、ハーブソルト、胡椒。ではいただきます。うまい。この魔法のカリーポット、カレー以外にも芋蒸したりとか、あとレンジでお湯を沸かしたい時とか意外と重宝するので、ぜひそちらの方面でも試してみてください。グッ。